こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長。はい。生配信やりましたね。ワンミニッツ、ね、石田カクテルね、バイクス川崎バイクさんと一緒に、はい、でヨーロッパの若手陣の参加たちと、はい、ワンミニッツの石田カクテル、ね、この後ね、まとめたやつ作品だけ、うん、1分間の作品だけまとめたやつが、今日の10時夜10時に更新されますんで YouTube の方で、はいはい、日曜日、はい、わかりました。はい、ぜひとも聞いてもらえればと思います。なるほど、はい、そちらのまとめで作品だけ聞くということもできますし、まあ、アーカイブでね、生配信の様子もなんか含めて聞いてもらえれば。アーカイブで出てるんですね。アーカイブで出てますね。なるほど、はい、楽しかったですね。なんかね、なんか、バイクさんからね、1週間に1回やってもいいじゃんっていう。そんなにかけるんだね、バイクさんって。すごいね。うん、1分なら1週間で1回いけますよ、ね、やっぱ芸人さんってでもさ、自分でネタ書いてやってっていうのをもうずっとやってるわけだもんね。いやすごい、だ超人なんですよ芸人さんっていうのはね。ちょっと役者は楽してるな。楽してた。いや、こんなこと言うとあれ、これ役者さんに怒られるな。そんなことはないんですけど。それ奥歯抜いたりする人もいますからね。いや、そういうアプローチする方もいらっしゃいますからね。ちょっと楽してるっていう言い方はちょっと失礼でしたけど、石田は楽してるな。あら、これを機にじゃあ生まれ変わって。週一は無理やな、でも。週一ね。いや、でもすごいなと思う。ネタをずっと書いてやるっていう。確かに。でもやっぱ1分ってやっぱ面白いな。今後、なんか、やっぱこう、1分だと、こう、ちょっとこうね、ひっくり返る感じのオチみたいなのが、なんかそういうのが重要になってくる気がして。まあ、1分ですからね。1分だからね。なんか、そういうのを考えたりして、なんか楽しかったですよ。まあ、またこれあるでしょう。またあるんですか？何その言い方。あれ団長。はい。あれもういい、身内全員が乗り気やとは思わないでください。いや、聞いてもらうよ、もう団長。ずっと聞いてもらう。聞く方も大変よね、そらね。いや聞く方なんてもう楽ですよ、書いてないんやもん。ああ、だからバイクさんでもすごかったね、全部 BKB で返してくれるっていうね。いや、ほんま、あんな裏で吐き気してんちゃうかな。いや、でもバイクさんは本当にあれ、ね、もうやってるからね、ずっと、あれだけで、イベントとかもやってるしね、即興でお題もらってとかで。いや、だから僕、ほんまね、BKB さんと今野ブルマさんはえぐいと思ってるよ、ほんまに。あー、なるほど。マジでフリースタイルで、BKB で言ったり、ね、うん、チンコ謎かけしたり。そういうことよね。モンスターですよ。即興でね、うん。で、面白いもんね。うん、いや、すごかったよね、バイクさんのね。いや、すごいすごい。あれ実はその、毎回、っていうかもう普段から僕普通にご飯食べに行ってる時もあれぐらいの感じなんですよ、うん、バイクさんって、うんうん、でも一緒にずっと喋ったりああいう感じで喋ったりするんですけど、でお芝居見に来てくださった時とかヨーロッパ企画見に来てくださった時も楽屋来てもらって、うん、でやってくれるんですよ、その今回の劇の感想を、うん、じゃあちょっといいですかっつって、うん、それがまた素晴らしくてね。でももうああなってくると職業病でも何見ても BKB で考える脳になってんちゃうかな。いやもうそうみたい、それは。だからそのラッパーが何でもインフンデマウント一緒でね、見たものと。で、なんかバリっていうのがもうだいぶ楽って言ってた。バリ。めっちゃのことね。めっちゃのことバリ、うん、とか、うん。それは楽だからって言ってたよ。まあまあでもそれすごいけどね。すごいすごい、はい、というのは生配信見ていただきたいんですけど、団長どうしました？キャンプ行ってきたね、こちら。あの我々がね、我々二人で、あ、鍋ちゃん、鍋島連れて、ヨーロッパ局のね、暗い旅のディレクターの鍋ちゃんと3人で、男3人でデイキャンプですか。はい、まあこれ僕が実はちょっとこうキャンプにハマってまして、というかハマってないです、まだ、失礼しました。キャンプ動画を見るのをちょっとよく見てて、なるほど。
まあ、まんまとですね、もう、なんか、おすすめ上がってくるんですよ、YouTube とかか、見てたらね。YouTube マジックね。そう、で、キャンプか、みたいな。まあ、まさにヒロシさんのキャンプ動画とかですよ。で、見てたら、なんか、いいな、面白そうだな、みたいな。焚き火とか、したいな、みたいな。全く、僕、キャンプとか行ったことなかったですし、あんまりする方でもないんですけど。で、なんか、団長が、なんかいろんなキャンプ道具買い揃えてるんだみたいなことも言ってて、あのそれこそあれですよ、生配信、こっちよろで生配信した一番最初、みんなで おつまみ持ち寄ろうって言った時に、団長が部屋の中であの大失敗扱いされた配信ねあれ大失敗、大失敗のあのカクテル飲もうって言ったのに、まあまあおつまみやったんやけどね、まあ正しかったんやけどね、実は、そういうことじゃないんだよって僕が言って、まあまあそれはいいんだけど、で美味しそうになんていうのメスティンっていうね、あれはなんていうクッカーっていうんですか、まあメスティン、まあそうですね、クッカーっていう、まあ、昔飯盒炊飯、飯盒炊飯、やもんですね、飯盒みたいなね、道具ですよ。あれでなんかこう作ってて、ご飯みたいな炊き込みご飯とかを作ってて、でそれが僕結びついたんですよ、そのキャンプ動画を見てて、ああこれかと、4月5月ぐらいに団長がなんかやってたのは、そうなんです、このキャンプの道具メスティンというものなのかって、それが欲しくなって僕も、というかキャンプに行きたくなりまして、で団長多分キャンプ、行きたがってるな、あの猫鳴いてますけど、キャンプ行きたがってるなーっていう感じがしてたんで、で団長を誘ってみたとこ、で行こうと、そうですね、ね団長に車出してもらって、はい、そして鍋ちゃんと3人で行ったんですけど、団長が本当にすごかったの、キャンプ道具一式もう揃っててね、ただ全部初めて使うっていう、いや本当にあのびっくりしました、これが僕はもう団長がそういうね、4月5月ぐらいだったじゃないですか、あれが、はい、だからこの夏、まあ自粛が明けた途端にソロキャンプっていうんですか、そういうのを結構やってるんだろうなと思ってたんですよ、はいはいはい、でなんかキャンプ道具とかも全部ありますと、僕は何を持っていけばいい団長って聞いても、もう手ぶらで来てくださいと、もうそれぐらいうちは揃ってますんでみたいな、なんかもうキャンプね上級者ぐらいの、もう山男としていや本当に任せといてください、手ぶらでいいですよ石田さんはみたいな、何もいりませんよみたいな、お頼もしいなと思って、で、まあ、車団長に出してもらって、で奥琵琶っていうんですか、奥琵琶湖、奥琵琶湖キャンプ場 ね滋賀の琵琶湖の奥の方に行って、そしてあの荷物もういろんなもん揃ってたんですけど、もうなんて言うんですか、キャンプギアっていうんですか、はい、出すもの出すもの、サラピン、もう綺麗なあの不思議に思って団長に聞いたら、キャンプ初めてだったそうじゃないですか。そうなんですね、あそこに現場で一番キャンプしないの僕かもしれないですねいやいや僕ももちろんしてなかったんやけど、まあ、全員キャンプ初心者やったよね本当に。いや俺団長は行ったことあると思ってたんや、行ったことある側はしてるんですけど、全然初めてだから大したもんで網がなかったりトングなかったりしたでしょ、トングなかったりとかさ、いろんなもの揃ってる、もう完璧、いろいろ完璧に見えるんやけど、やっぱ細かいとこが、細かい、あれトングないのみたいな、石田さんがやっぱ60回ぐらいトングない、網がないって言ってましたからねいや網がない、網がないのはやっぱびっくりしたよ、やっぱだそのもう一つにちゃんと網付きのバーベキューセットみたいなの持ってたから、 それがね、そうそう、片方の焚き火台にはその網なんていらないぞっていうね。そうでも後々ね分かってきたんやけど、本当になんていうの、薪に直接そのねクッカーっていうかそのハンゴーとか置いたりとか、そういうのでいけるんだね。そうなんですよ、だからそんな網とか、でその僕が言いたいのはバーベキューじゃないんだぞってことなんです、僕が言いたいのは。そうなんだよ、我々は
炎を焚きに行っとるわけやから。俺もずっとバーベキューしてたんだよね。そう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 、うん、そうじゃないと。そうなんですよ、薪をくべるんだと。そうそう、ただ、うん、石田さんが買ったステーキをバーベキューで焼いたのが一番美味しかったっていうこと。悲しい。うん、やっぱ BBQ に勝てないんだなっていうのが一つ、うん、ありましたね。いやでも鉄板とか持ってきたいね。次はなんかものすごい雑音。ちょっと待って、もう大丈夫、大丈夫ですか。猫に奪われた、いろいろジャリ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 言ったけど。大丈夫です。いや本当に楽しかったな。でも楽しかったですね。まあ、一瞬ガスバーナー使ってる時に石田さんが葉っぱくべて僕のガスバーナーが大暴走した時は死ぬかと思いましたね。あれはやったいかんね。しまったかんやつ。本当に素人のね、ガスバーナーでブワー燃やしてやってる時に一番燃える枯葉をバッて入れた、大暴走しましたからね。あれほんま死を、団長がそれはいかんのよ、それはいかんのよ、それはやったらあかんのよって言ったからね。うん、そのまね、ちょっと前にそれをやってたよね、鍋ちゃんと。そう一回もう味わってんのよあれ。それ俺知らんくてそれを。一回こすってるとこやから。それあれほんまね、時代に逆行したこと言うけど、ほんま鍋やったら殺しましたよ本当に。グーで。後輩やったら。後輩やったらボコボコにしましたよ。先輩やからまだ。先輩やからね全然あれやけど、後輩やったらその暴走した火を向けてましたよ。あとでももうなめちゃんがさ、団長がせっかく買ったあの耐熱手袋、はい、もう絶対に熱くないっていう耐熱の牛革の手袋、牛革の手袋でしょう、ね、それを持ってあの火にかけたそのクッカーの、はい、アルミの持ち手を持った瞬間に、はい、熱っ。それ以来牛革に手を通さなくなるっていうの。団長捨てたからねその牛革。うん、あんななんかもう弦割りでしょ。暑かったなあの牛革は。いやだからもう僕はあれで学んで、次は溶接用の手袋を買おうと思ってます。いやそうね、いろいろそうやって学んで、またちょっとあのこっちよろキャンプ、開催されると思いますんで、あれやね、リスナーさんとのキャンプとかもしたいね、もしあれやったら。グルキャンね、グループキャンプ。うん、いやーちょっとこちら今キャンプハマっております。キャンプブームで、はい、やっていきましょう。ございました。はい、ちょっと初心者なんで本当に、はい、俺だってもうあのちょっと自分のさバッグ持ってってさ、はい、そのバッグトートバッグで行ったんやけどさ、そのトートバッグがその、うん、何焚き火してさ煙臭くてさ、すっごくて、はい、もう匂いがなかなか取れんくてすごい嫌でさ、ハブリーズかけまくったからね。あのだから焼肉持っていくよりも気をつけないと、気をつけないと焚き火は、うん、うん、それぐらいまだ全然その甘いというかさ、その確かに、うん、焚き火で臭いっていうのが嫌やなって思ってるっていう。いやあれをいい匂いと思うようにならんとやっぱり勝てないですよね。そうよね、本当にね、うんうん、まあまあちょっと機会があればまた行きましょう。まあでもこっから冬で寒くなるからもう行かないだろうけどね。じゃあ寒くなればなるほど焚き火の嬉しさが増えるっていう説ありますからね。あるけどね。いやでも無理やろな。で僕はもう来週中にソロキャン行ったろうと思ってますので。お行く、はい、ちょっとそれは行ってきてください。それはあのご報告待っております。はい、こっちよろでちょっとご報告してください。朝昼晩カレーヌードル食べようと思ってます。結局ラーメン一番うまかったもんな。結局ね、石田さんの作ったチャルメラが一番美味しかったな。チャルメラうまかったなあれな。その後鍋島が生米入れてほんま汚い飯ほん、ま、食えたもんじゃなかったあれ。野良猫もまたいであるって言われてる。かくやつ、あの猫がもうかくやつ、あの土ばーかくやつばーオブスと思ってこうね、蓋するやつ食ってたな。食ってたもんな。食べてたけどね、鍋ちゃんは。はい。はい、じゃあ行きましょう。カクテル恋愛相談室。香水、香りか。はい。好きな香りね。好きな香り。たくさんメッセージありがとうございます。行きましょう。はい。
ラジオネームハートフィールド。ほ、石田さん、ダルさん、こんにちは。2回目の投稿です。ありがとうございます。ハートフィールド。私の好きな香りは枕の香りです。ほう。中川春樹大先輩と同じ大学に通っていた3年生の時の頃です。ほう。当時付き合っていた彼女がいました。なるほど。石田さんは以前のラジオで髪の香りは香水の香りと言ってましたが、うん、私の彼女の髪の香りが好きでした。私は彼女の髪の香りが好きでした。彼女の髪から漂う甘い香りは、うん、いつも私を幸せな気持ちにしてくれました。しかし男女の仲はうまくいかないものです。残念ながら彼女に振られました。あら。暗鬱とした気持ちで下宿のベッドに、こもっていると枕から彼女の髪の香りがします。うわ。その甘い香りに怒りが湧いてきますが、悲しいかな、その顔残り画にすがっている自分を思いました。結局寝具を選択することなく、彼女の残り画が消えるまで枕の匂いを嗅いでいました。うわ。あれから 3,4 年経ちましたが、新しい彼女はまだできていません。おい、まあ、枕捨てろ。枕ずっと匂ってるやつ、そりゃ彼女できんよ。できないよそれは。うーん、うわー、ちょっと、いや、そのハートフィールドは若いね。大学そっからさ、4年やから25、6じゃない、今24、5か、20代ね、こう中盤ぐらいだね。いやー、そうか。でも湧いてくる怒りを大事にして。でも分かる、その彼女の枕の匂いとかすごいドキドキするっていうの分かる。残りがに、なんか女の子が自分の布団で寝たりして、うん、で帰ってって、うん、その後のその匂い、自分の布団に一人で入った時の匂い、うん、で分かる。思ってるだけで自分の体臭じゃないの。いやいやいや、完全に女の子の匂いやろ。ほんまに完全に女の子の匂い。完全に、それはそれは完全なる、うん、あ、そう、うん、自分の匂いじゃない、お母さんの匂いじゃなくて。お母さんじゃないよ。あ、そう。お母さん、うわ、ハートフィールド頑張って。いや、頑張ってほしい。おい、ちょっとまた、うん、ハートフィールドの恋もね、応援していきたいです、私たち。そうだね、うん、応援していこう。じゃあ次行きます。はい。石田さん、ダニョさん、こんにちは。ヤーミです。お、ヤーミ、ヤーミさん。お題の好きな香り、異性の好きな香りですが、うん、残念ながら旦那からは香りではなく年がら年中汗の匂いしかしてきません。あ、でもなぜかその匂いを出会った当初から嫌だな、臭いなと思わなかったのが不思議なところです。私にとってはそれも香りになっているのか、はたまた私の鼻の機能が麻痺しているのかということでございます。いや、でもね、汗の匂いが嫌な汗の匂いか、なんか、うん、この汗の匂いなんか、あ、いいねっていう人もいたりするよね。まあ、その何の汗かにもよるしな。まあね。あ、でもいいじゃない、この旦那さんの香りが、汗の匂いが嫌じゃない、嫌いじゃないっていうの。確かに。臭いなと思わなかった。他の男性の汗はね、臭いと思ってたんかもしれんからね。いや、そうよね、絶対それはあると思う、うん、匂いで決まる恋もあるんですよ、やっぱり。思うそれは。なるほど、人妻でしたか。ヤーミね、ヤーミさん、いいじゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。次行きましょう。汗の匂い好きっていうの嬉しいね、女性が。いや、そうよ、全員がそんな年と思ってる、うん、俺。いや、そうよね、嬉しいよね。、うん、これは次行きます。はい。石田さん、ダルさん、こんにちは。ピコの飼い主です。ピコの飼い主、ありがとうございます。好きな香り、うん、アロマの勉強を少しだけしていましたが、ほう、その中でも気持ちを落ち着ける作用があると言われているラベンダーとか、すっきり爽やか柑橘系は普通に好みです。ほう。あとはフランキンセンスです。へえ、あ、さすが、なんか全然わからんもんね。アルマ香りは体調でも感じ方が違いますし、本当に奥深いなと思います。でもわかる、体調が良くないといい香りだなと思えないもんね。香水とかは体調良かったらもう香水とか、うわ、なんか臭いなとかなるもんね。苛立ちとかね、精神面でも違いますよね。イライラする時とか臭っとか思いますもんね、どんな匂いでも。わかる。あと、まあ、あと、
バターの焦げる香りとかキャラメルとかバニラとか甘い香りも大好きです。わかる、その食べ物の匂いっていいよな。そう、バターの焦げる香りなんかもいやたまらんな。バターはいやもう蚊取り線香あの匂いにしてほしいもんな。いやあでも蚊取り線香あれはあれで嫌いじゃないけどね。あそう、今すごいフレーバー入りの蚊取り線香出てますよね。よく あるんだ。うん、それこそラベンダーの香りとか、あのバニラの香りさ、あれショックじゃなかった？バニラエッセンスの存在知った時。え、どういう意味で？バニラアイスって、うん、あの匂いつけてるんやって思わんかった？あ、黒い点々みたいなの入れて、うんうん、それバニラエッセンス、あれが甘い香りになるっていう、はいはいはい、だから、はいはいはい、バニラアイスだけでは、うん、あの甘い匂いはせんのやっていうのを、うん、なんやろ、小学校年長さんぐらいになって知って、もう驚愕やった、ショックというかさ、そんなことがあるんや世の中にはみたいな。あ、信じたあいつはあいつじゃなかったんや。いや、まあ、そういう、うん、嘘でしょみたいな。むちゃくちゃバニラ好きやったんですね。いや好きバニラアイス、うんうんうん、一番そんな別にバニラアイスに思い入れないから全く共感できんかったもん今。あ、本当？俺今でも思ってんのに、うん、嘘やろっていう、このこっからは何もせんのかみたいな、このバニラアイスだけではみたいな。牛乳牛乳からは全然あかんのかと、うん、そう、あのバニラエッセンスっていうのが大事なんだなみたいな。でバニラエッセンス自体は甘くないっていうさ、うん、そんな熱く語るバニラエッセンス。いや、これは結構めちゃくちゃ強い思ってるやん。いや、思ってる人多いと思うけどな。バニラエッセンスじゃ甘くないことはもうええやん、別に。匂いだけでええやん。いや、と思うけど。不思議なんだよな、あれ。へぇ。家庭科の授業の時に知ってさ、びっくりしたよ、俺。騒いでるの医者さんだけでしょ、でもそれ思い返したら。本当に？いや、みんなで大騒ぎした覚えあるけど、うそやーみたいな、先生に。この嘘つきって愛媛の小学生は可愛いな。小学生家庭科の授業でやったんよ、覚えてるわ、はい、なるほど。まあ他のメッセージいきますよ。はいはい、エリリンエリリンさんありがとうございます。はい、医者さん大丈夫さんこんにちは。トークテーマ好きな香り、香りというか匂いがきついものは苦手ですが、フローラルとかムスク、ソープ系の香りは好きですね。食べるのは大好きな柑橘系ですが、香水やフレグランス、洗剤となると苦手です。男性の香水も好きですが、清潔感のある香り限定ですかね。うまく言葉で表現できませんが、昔よくあった鼻につく濃い感じの強い香りは苦手で、ブルカリのブラックのようなスパイシーなやつか、ブルーのような爽やかなやつがいいですね。なるほどね。なるほど、確かに何なんだろうね、その芳香剤とかさ、ああいうトイレとかお風呂の、うん、こうそういうのに使うああいう香りと、そのやっぱり高級、うんうん、香水の香りがやっぱ違うっていう、あれは同じようにはできないもんかね。なんなんやろね。なんかやっぱ全然成分違うんかしら。まあめちゃくちゃ高いもんね、香水って。高いやつは、高級なやつは。まあ確かに。あれ本当にそんなお金かかるのかね。でもだからそのエロくする匂いとか入ってんじゃない？ああそういうことか。異性を興奮剤がちょっと入ってんじゃない？美薬なわけか、あれは。なるほど、なるほどちゃうやろ。でも確かに、でもトイレの芳香剤なんてもう匂い濃ければ濃いほどいいけどな。あ、そう、うん、だって芳香剤なんやもん。でもなんかあんまトイレに芳香剤とか置かんな。あ、そう、芳香剤ってわけじゃないけど、水が青くなってるとすごいドキドキする、僕。あー、なるほど、ね、生水じゃなくて青くなってると、はいはいはい、なんか知らんけど、あれね、あれね、ええー、とこの家やなって気がする。ええー、とこの家な感じするね。確かにね、はい。次いきます。はい、ラジオネーム石田派閥の勝。ありがとうございます。殿団長こんばんは。トークテーマの好きな香りですが、はいはい、今は一人暮らしの生活なので基本的にシャワーで済ませるのですが、
以前お付き合いしていた女性からバスソルトという入浴剤のようなものをいただいたことがあります。ジャスミンの香りのするバスソルトでした。自分では買わないアイテムなのですが、使い切れずまだ残っています。久しぶりに使ってみようか。当時のこといろいろ思い出しそうです。バスソルトってあんまよくわからんくてさ、はあはあ、あれってあのバスクリーンとは違うんだよね。そのバブとは違うけど、バブとは違うんだよね。そのなんかさ、だいたいさ、ああいうお風呂に入れるもんってさ、なんかちょっとこうマッサージ効果があるというかさ、なんかシュワシュワしてね、シュワシュワしてちょっとこう、うん、温泉成分が入ってますみたいな感じ。はい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 。バスソルトっていうのがまあ、まあ言ったらお塩ってわけじゃん。あれな、何かあるのかね、その体にいい成分が。さあ、バスソルトを僕装備したことがないな。バスソルトね、いただいたことあったりするんですよ。でもなんかゆったりバスとかね、いろいろ書いてますけどね。あ、でもやっぱミネラル成分があるからすごいお肌ツルツルになったりするのか。あ、なんかエッセンシャルオイルとか含まれたりしてるんじゃない。あ、そっちか。うん、なるほど、美肌効果か。多分わからんけど、それっちだ。あー、でこうポカポカするみたいな。あ、全然バスソルトも同じようなことか。あ、でも確かにお風呂入るとき、僕もシャワーばっかりけど、湯船入るときは絶対にバブ的な入れたくなる。あー、わかる。ちょっとなんかあの普通のやつで入ってたらさ、ちょっとしたらなんか臭くなるんだよな、うん。でどんな汚れてるんですか普段。いや、何仕事してんの。なんかヘドロ泳いでんの。ヘドロ、あれ俺臭いんだなみたいな思う時あるからさ。へー、まあでも、そうそうそう、確かなんかお得な気持ちになる。もうせっかく湯船に湯ためるんやったら、そうね、よりお得にいったろかいってなる。でも最近結構湯船ためてるな僕。あ、そう、うん、お風呂が結構あれやから、ためんな、広くなったからちょっと一個して、うん、まあ、気持ち、結局気持ちいいからな、湯船入ると最高ですよ、気持ちいいですよ、うん、私、うん、なるほどね、いいじゃないですか、バスソルトの香りも。バスソルト、はい、次いきます、はい。石田さん、男女さん、こんばんは。ヤトバシです。ヤトバシ、ありがとう。今回テーマ、好きな香り、過去通算3回目。はい、あれ、髪の3回目らしいです。そうなんだ、はい。やってるね、うん、でも半年経ったらもう前のはなくなるシステムよ俺ら。そうしよう、うん、それでいこう。何回同じのを初めての感じでいくって感じでいきます、僕らは。はい、その感じと、はい、髪の長い女性の場合、うん、退勤後のデートで、言っていた髪を下ろすと職場の匂いがすることがあります。うん、休日のデートにはない楽しみで、職場がケーキやパン屋などだと甘くいい香りがして好ましいです。介護医療系の職場だときつい匂いのこともありますという。うーん、なるほどね、職場のね、はい、うん、そんないろんな仕事の人と付き合ってんのやと思って今まで。でもパン屋さんの、確かにパン屋さんで働いてる女の子とかパンの匂いして甘くていいやろうな。確かに他弁屋のね、うん、エロい人妻とかやったら揚げ物の匂いしてドキドキするやろし。何それ。それいいかな。おもろいけど。おもろいけど。はい、ありがとうございます。はい、次いきます。最後ですかね、はい。ラジオネームのタイムリエラー、トークテーマ、好きな香り、うん。異性の好きな香りだと私はタバコや汗の匂いが浮かんでしまいます。おー、なるほど、もうそっちだ。タバコ吸う人と付き合ってた頃は自分の服に残ったタバコの匂いからその人のことを思い返して寂しくなったものです。汗の匂いに関してはランニングしながら近くを通り過ぎた男性のいい汗や、うん、汗に反応してる香る洗剤の匂いについドキッとしてしまったことがあります。おー、なるほどね。なんかエロいメーカー。これはちょっとメンヘラじゃないですか。そんな言うたら。そんな言うたら。最初の枕と一緒やん、別に言ってること。タバコが好きでさ、タバコの匂い、まあそうやな、
だからそのタバコでその彼氏のこと思い出すってことでしょ。そうね、マックと一緒だね。メンヘラ体質だね、確かに。匂い思い出しは私もそういうところあるかもしれないね、はい、最近だと好きな人が好きと言っていた香りのものを受け売りで買ってしまったり、買ったところでその人に会う機会がなくてもったいぶってしまい、なかなか減っていかないです。なるほど。わからんでもないですよ。まあ、香りが好きなんだろうね、こんだけ、言ってるってことは、これね、特定マンしてるってことは確かにそうでしょうね。うん、匂いが好きなんやな、石田さん。匂いのことがすごい好きなんだと思うわ。で、基本的に僕ね、でも鼻炎というか、まあ、アレルギー持ちでさ、花粉症で鼻詰まってたりしてさ、あんまり匂いあんまり分からんのよ。その敏感ではないのよ、はい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 、匂いに対してね、匂いに対して。だからそんなにこう、うわ強い香り嫌やなとかってならないんやと思う。ほのかに香るから、基本的に。そういうことなんだと思うわ。なるほどね、匂い好きなんやと思う、確かに匂いね。ちょっとお風呂かな、トークテーマ次。ちょっとお風呂の話盛り上がったし。どっから洗うってことですか。古いセクハラ。古いセクハラ。お風呂時間、皆さんのお風呂時間の、なんかお風呂ってね、もう本当入るのめんどくさいなと思うもんね。いやー、あれこそほんま入るまでめんどけど、入ったら天国っていう分かりやすいことないですよね。ほんまにね。でも子供の頃本当お風呂入るのにめんどくさがってたな。いや、面倒やった。部活始めてからはもうお風呂好きになったというか、まあお風呂すぐ入るようになったな、まあ、だから中学校高校の時はもうドロドロなるもんな。確かにもうそう、風呂入るしかないというかさ、その風呂に入るの嫌がる隙もないというかさ、自分に。なるほど。もう汗だくやからさ、汗だくでギッピシブシで帰るからさ。ただ僕の場合ラグビーやってたんで、ドロドロなるけど、ラグビーやっぱ地面で転げ回るから、よう怪我とかするんですよ。すりむいてタックルとかしてされて、そん時はどんだけ泥だらけでドロドロでも、その日は僕風呂入れなかったですね。もう風呂入ったらジュクジュクなるんで、うわ、治りが1日経ったらカッサカサなって、もうなんていうんですか、かさぶたになるから治りが早いんですよ。本当はでもかさぶたにするよりかは、ちゃんと洗って消毒してっていう方が、いや、もうその次の日もまたこっちはタックルせなあかんわけやから。そっか、一日でも早く固くしとかんと。うん、傷跡とか残ったりするんやけどね。嫌なんですよ。もうその傷跡残るとかどうでもいいや、もうとにかく治癒、痛い方が嫌。そうやな、早い治癒を促したい、ね、早く、そのちょっとでも熟ってんのがない方がいいから。そっか、うん、お風呂の話、はい、お風呂の思い出、はい、いいじゃないですか。恋人と一緒に入ったお風呂でもいいですし、狭い中一緒に入ったりするんやろうしな。あの家族風呂みたいなやつ、温泉の。あ、違う、ワンルームでさ、大学生がさ、恋人できてさ、初めてやりたい、男がさ初めてさ恋人できた時にやりたいなと思うと、お風呂彼女と一緒に入るってやりたいと思う。あ、思わんあれ、本当にラブホテルとかで大きいお風呂入った時に、うわ嬉しいなってなるけど、その大学生の時とかにさ、そのなんていうの、ユニットバスとかの狭いところに入って何にも楽しくないなみたいな、そういう思い出とかないんかな。あ、うん、体全身くまなく洗ってもらいたいとは思う。お父さんや。お風呂の思い出お話、お風呂の話聞かせてください。お風呂の話、はい、といったところで今週以上です。また次回も聞いてください。さよなら。さよなら。 LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。